仲の良い中国人の友人がいるんですが、政治と友情は別にすべきですか？はい。中国に関する国際問題を知っていてかなり重く受け取っています。国と人間は全然別なんですよ。国として中国という国は、中国の政府はこういう考えをしますっていうのと、住んでる中国人がどう考えるかって全く別なんですよ。自民党がこう考えるっていうのと、生活をしている皆さんの考えって全然違うわけじゃないですか。自民党の人たちって日本人の平均年齢が50歳近くなので、もう年金バンバン払うべきだし、少子化対策なんて一切しないで子供なんかどんどん減るべきだよねって思ってるし、で別に教育費とかをどんどん削ってって高齢者が幸せになった方がいいよねとか、でその経団連からバンバンお金もらってるので、金持ち優遇政策ですげえお金を持ってる人の税金っていうのはあまりかからないにしようっていうので、株で儲けてる人は 20% しか税金かかんないけど、サラリーマンで一生懸命働いてる人ははい税金 50% みたいなことやってるのって、国としてはそうなんですけど、今歩いてる日本人がそれを望んでたかっていうとそうじゃないじゃないですか。なので政府の考えと国民一人の一人の考えって全然違うんですよ。僕韓国に多分5回ぐらい行ったことあるんですけど、その韓国でそのどっから来たのって言われて日本だよって言って嫌な思いしたこと一度もないんですよね。どっから来たのって日本って言って、まあ、英語で返すんですけど、その片言の英語で一生懸命そのなんか行くところを教えようとしてくれるおじちゃんとか、割とその親切な人がいたら居酒屋とかでもなんか、じゃあ日本から来たよって、あ東京なのへみたいな、じゃあこれなんかサービスであげるよとかお店の人がくれたりとかで、国としてはその韓国って日本に対してのそのなんかいろいろ攻撃をしたりとか、まあ日本でもその韓国の人たちを悪く言う団体とかがいるんですけど、でそういう団体もいて、そういう人差別する人もいるんですけど、あくまでそれは一部の問題で、実際の人々っていうのは別にその国とか政府の考え方とは全然違うところで考えたりしますよ。風かな世界